臨時軍用気球研究エシキ1号機、所沢飛行場にて、エシキ1号機は、1911年に日本で製作された飛行機の通称である。正式名称は、臨時軍用気球研究エシキ1号機で、一般には、シキ1号の略称、またはとこの機体は、軍用機としては、初の国産機、1とされている。今日では、実機は現存せず、 原寸大レプリカが、所沢航空発祥記念館のエントランスロビー天井に吊り下げ展示されている。エシキ1号機のカイトは、臨時軍用気球研究会のことで、1909年7月30日付の直令により、気球と飛行機の軍事利用の研究のため当時の陸軍、帝国大学、中央気象台のメンバーらにより設立された、 国内最初の航空機に関する公的機関である。翌年の1910年、同会のメンバーの一人だった、徳川義徳が、飛行機操縦技術を習得するため、フランスに派遣され、帰国後の12月19日、代々木連平場にて、同じく、ドイツに派遣され帰国した、日野熊造陸軍不評隊員と共に、日本国内初の公式飛行に、成功。1911年4月1日、 日本で最初の飛行場が所沢に開設された。開設当初の所沢飛行場にあった飛行機はフランス製アンリファルマン副用機、ブレリオ単用機、ドイツ製ハンス・グラーデ単用機、ライト型副用機の全4機の輸入機だけで頻繁に練習が始まるとこの4機は酷示されすぐに飛行機が不足した。このため1911年4月、 同研究会の事業として、新しい飛行機が製作されることになった。前述の日本初飛行の公式記録を持つフランス製1910年式、アンディ・ファルマン服用機を参考に設計されたが、ここまで同機を何度も操縦していた、徳川隊員によって、翼断面の形状、面積の変更と、各部を流線型にして、空気抵抗を減らすことなどいくつかの変更が加えられ、 機体の強度と上昇力、速度の向上が図られることとなった。材料などはすべて国内で調達されたものの、当時の日本の工業水準は、まだ低く十分な加工機材もなかったため、製作は、主にノコギリ等による手作業で進められた。初飛行の様子製作は、同1911年7月より、所沢飛行場の格納庫内で開始され、10月、 はじめごろに完成、同10月13日、隊員自らの操縦によりテスト飛行が行われ、高度50メートルで、時速時速72キロメートルと良好な成績を記録し、操縦性もファルマン機より高く評価された。設計、製作段階から、徳川隊員の功績が大きかったため、当時一般には徳川式にと呼ばれ、その後は主に操縦訓練や、 空中偵察の教育などの目的で使用された。1号機は初飛行当初は操縦者1人乗りであったが、その後翌1912年にファルマン機と同様に後部座席を追加し2人乗り可能に改造された。この改造の際には他にも主翼や尾翼、降着装置の設計変更が行われており、改造後の機体は改造エシキ1号やエシキ1号と呼ぶこともある。 エシキ2号から4号機までは同じく徳川単位の設計で1号機を改良した飛行機だった。1912年3月に完成したエシキ2号機はエシキ1号機の巡道計機で翼監視中の構造などが1号機と異なる。エシキ2号機は1912年10月24日、徳川単位の操縦で所沢から代々木連平場へ飛行し、これは 陸軍機による初のデート訪問飛行とされている3。ちなみにアンディ・ファルマン副用機の当時の姿を撮影したガラス乾板写真のうち今日最も広く使用されている1枚にはその後方にブレリオ機と並んでエシキ2号機が映っているものがある。エシキ3号機はエシキ2号機の同型機として完成したが1913年6月21日に ネリーマ村に墜落する事故を起こして逮捕。その後の修復の際に、エンジンが、エシキ1号機以来のグノーム精鋭エンジンから、アンザニ製の回転性型六気筒エンジンに、換装された。1912年11月に完成した、エシキ4号機は、完成当初から、アンザニ製エンジンを搭載している。エシキ5号機以降は、設計が沢田州中意に変わり、 輸入機を参考にしつつも日本独自の設計がなされた。最後に制作された7号機は、注意が独自に設計した、H、絵式7号駆逐機の名で知られ、日本で最初の国産戦闘機となっている。さらにその後は、正式1号飛行機に始まる、正式の名称で制作が続けられたが、実戦では輸入機を採用するとの方針が決定され、 正式に日本飛行機を最後に制作は打ち切られた。1999年に発行された50円の記念切手には、初の国産、一飛行機、飛行船と題して、絵柄の一つとして、陶器も描かれている。参考文献参考さん、ありがとうございます。